聞いとくんや。連続テレビ小説スカーレット、女性陶芸家川原貴美子の物語。失敗や挫折を乗り越え奮闘する貴美子の波乱万丈な人生を描きます。よっ、はい、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。ヒロイン貴美子を演じるのは戸田恵梨香さん。まだどういう感じになるのかわからないですけど、結構楽しくやれてますね。はい、貴美ちゃんをどう演じようかなっていう試行錯誤ずっとしてる感じなので、ずっと探し続けてるって感じですね。物語の舞台は焼き物の里、信楽です。たぬきみたいな顔してんな。幼い頃から人一倍元気な貴美子。アホんだら、もう二度と喧嘩はあかん。喧嘩禁止や。家族の暮らしぶりは貧しく、このままやと給食費払われへんわ。あかん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 。そんな川原家にある男がやってきます。驚いた、よく描けてる、上手だね。そして貴美子は15歳に。今日も可愛いな言うてくれる。一だけ。卒業後は信楽を離れ大阪へ。あら、来そう。ここで女中やらせてもらいます。君ちゃん、東京に舐められへんやろか。100年経っても帰られまへんで。さまざまな試練と出会いが貴美子を待ち受けます。連続テレビ小説スカーレット、ブルーレイ DVD ボックス1、2020年2月21日発売。